私は、まあ、私は娘さんもなんですけど、チーズダカルビを、ん？ダカルビ？タ？どっち？ダ？ダカルビ。丼を選びました。卵あり。あり。なし。なし。で、じゃあちょっと食べてみます。食レポ初めてなんで。え、これお箸で食べていいの？いきます。なんかチーズタッカルビってこう丼じゃなくて鉄板の上に乗ってるイメージだったんです。あれ鉄板なんですかね。あれ鉄板じゃないですか。なんかこう、うん、なんか鍋っていうか、うんうん、あれのイメージしかない。あ、ナス食べちゃった。あ、でもナスも美味しい。うんうんうん。これですね、ちゃんとチーズがかかって。これ何？卵をぐるぐるした方がいいのかな。割って。あえるのかな。あえる系？こう？ちょっと汚い？いただきます。お、おいしい。どうですか？どう美味しいですか？なんかあの鶏の焦げ目？なんか香ばしい感じとチーズがすごくこうマッチして美味しいです。うん。なんかあんまり辛さ感じないんですけど。結構そのなんかこうふんわりこう香る辛さがちょうどいいです。私あんまり辛いの得意じゃないんですけど、これはちょうどよくて食べやすくてとても美味しいです。ありがとうございます。さあ同じもので卵なし、はい、卵なしのチーズダッカルビを頼みました。はい、美味しい。本当にじゃん、美味しそうですね。美味しそう。卵なしもいい。卵なし。チーズの。いただきます。うん。大きかった。噛めば大きかった。聞き取れません。うん、美味しい。めっちゃジューシーでピリ辛な、うん、このソースもついてるんですけど、でも十分味がついてて、うん、かけても美味しい、うん、チーズもマイルドでめちゃくちゃ美味しいです。